どうも激辛ジョニーです。今日もみんなの新火をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、というわけで今回ですね、私千葉県松戸市にやってまいりました。で、今回ご紹介するお店がですね、旨辛タンメンファイヤーマウンテンというお店です。お店の名前からしてちょっとこう辛そうな名前なんですけれども、旨辛蒙古系というね、ちょっとそちらにインスパイアを受けた、メニューでございます。野菜たっぷりのタンメンに味噌ベースのスープ、そしてこれ唐辛子をぶち込んで旨辛味噌ということで非常にね美味しそうなんでね。で、今回も辛さレベルが選べます。で、今回ね一番辛さレベルマックスのヤバすぎる辛さファイヤーいただき辛さレベル10に挑戦していきたいかなと思います。それでは早速中に入っていきましょう。レッツゴー。千葉県松戸市にあるラーメン屋旨辛タンメンファイヤーマウンテン。蒙古タンメン中本にインスパイアされたお店で、野菜たっぷりのタンメンに大量の唐辛子を使用した旨辛メニューが売りだ。今回はこちらの激辛メニューにチャレンジしていく。主に2種類の唐辛子をブレンドして辛みをつけていきます。まずは味噌、唐辛子、豚バラスライスなどが入っているいただきスープをフライパンへ。続いて粉末の唐辛子を5杯投入。スープを熱している間に麺ともやしを茹で、茹で上がった麺に先ほどの激辛スープを入れていきます。スープを足し、豚バラスライスをトッピングします。最後にもやし、卵をトッピングしたら完成。ファイヤーいただき辛さ5倍増しのお目見えだ。はい、というわけでこちら来ました。こちらがファイヤーいただき辛さレベル10の辛さ5倍増しですということで、はい、非常に美味しそうですね。味噌の香りが漂っておりますけども、じゃあ早速食べていきましょうか。はい、いただきます。さあ、ファイヤーいただき辛さレベル15倍増し、お手並み拝見ですということで、じゃあまずねスープからいきます。いただきます。ニンニクのパンチも効いてますね。これはいける。うまい。最新高カレー、汗が止まりません。唐辛子を2つ使うという こだわり。辛さがきつい時はこの卵で癒しましょう。ミートソースみたい。5倍増し辛さしましたけども、これは今までちょっとやってなかったらしいんですけども、今後やるかもしれないので、一応ねこれだからこのお店で一応初めてこの辛さ5倍チャレンジしましたと、はい、そして私がこれを食べる切るとお店に名前を残すと、そういうことになります。これね、このファイヤーいただき食べると汗が止まらなくなるので、これ水分補給しないと脱水症状になっちゃうかもしれないですよ。これ残すところスープのみとなりました。スープというかミートソースのようなカプサイシンたっぷりのスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。いや、非常に食べ応えあるメニューです。このお店で一番辛いメニューだけあって、非常に辛さもパンチ力があり、ニンニクとあとね辛いお肉、これ美味しかったですね。うま辛オブうま辛のメニューかなと思って美味しかったです。はい。でこれね辛さレベルも調節できるんで、辛いの苦手な方は全く辛くない、辛さゼロのやつもありますんで、ぜひぜひ注文してみてはいかがでしょうかと。それでは辛さレベルの発表していきましょう。うま辛タンメンファイヤーマウンテンさんのファイヤーいただき辛さレベル10、辛さ5倍増し、辛さレベルじゃららじゃん、辛さレベル6でーす。6になりますと。はい、いやーまずね、これねうま辛、うま辛なんでね、七味唐辛子、こちらの方を大量に使ってあったんでね、非常に美味しく食べられる辛さです。はい、おすすめですね。いわゆるねハバネロとか、ギネスに登録されたようなねこれ唐辛子を使ってないんで、もう安心して食べれます。ちょっとね全然話、関係ないんですけれども、多分この動画がアップされる頃には多分僕ね福岡とか九州あたりにいると思うんで、もしね福岡あたりでおすすめの激辛料理店があったらね、ちょっとコメントで教えてくれればと思います。本日も行きましょうか。お便りコーナーということで、ちょっとよくわからないコメントが来てるんで、ちょっと紹介していきたいかなと思います。ペンネーム佐藤さん、ジオニーさん、夏に辛い食べ物最高と。ジオニーってなんか韓国人っぽい名前になってる。ちっちゃいヨダ、ジョニーだ。ジオニーありますよ。ジオニーだ。ジョニーです。ジオニーではございません。2通目、ペンネームたまちゃん、こんばんは、いつもお疲れ様です。そして笑いながらジョニーさんの苦しんでいる動画を見てます。サイコパスか。